台本を読んで、はあ、人間の渦みたいな感じで思って、すごくなんかわちゃんと面白い読み物だなと思って、ちゃんと面白いし、これを人間がその同じ空間を共有してやったらすごい面白いだろうなと思ったのと、あとマート、あ、マートじゃない、すいません、カートとマーティンのその2人のそのものを書く人の友情というか関係っていうのがすごく羨ましいなとも思いました。私が演じるアイリスっていう子役を読んでいて、私の人生のいろんなろくでもないことがすごく、なんだろう、この作品によって肯定されたような気持ちになって、これは私のような人にぜひ見てほしいし、いろんな人にこう誠実に届けたいし、頑張らなきゃと思って、頑張らなきゃって思ってます。まあ本当にこの大変な状況の中です。なので本当にこういろんな判断はあると思うんですけれど、やっぱり生身の人から生身の人に、画面じゃなくてその場を一緒にこう共有して語る言葉にとしてすごくこう価値のあるテキストだと思うので、楽しいはずなので見に来てください。よろしくお願いします。頑張ります。